お願いします。元マラソンランナーの高橋直子です。2000年のシドニーオリンピックでマラソン金メダルを獲得させていただきました。その後2008年に現役を引退しまして、今はスポーツキャスターや解説者などを務めさせていただいております。JOC の理事や陸連の理事などもしながらですね、多くの人たちにマラソン、そして陸上の楽しさを伝えるようなお仕事をさせていただいているところです。私は陸上を通じて、目標を持って、そして目標を達成するために日々努力をしてきましたが、その中で得た方法だったり過程とかっていうものが皆さんの生活の中で少しでもプラスになれば嬉しいなというふうに思うことや、目標の達成のその嬉しさを共有を皆さんとできればいいのかなと思っています。